こんにちは。テンバーカデミーォルひてよです。今日は、タックス ID を年内に更新してくださいというアマゾンからの通知が届いた前の対象ですね。えー、こういうメールが、えー、届いてました。アクションリクイード。ね、Please u p d a t e your tax identity information ということなんですけど、まあ、基本的にこのアクションリクイードっていうメールはね、 なんか対応が必要ですので、届いて何するんだろうと分かんない場合はね、相談してください。で今回については、これ、タックス ID の更新が必要です。あのアカウントを作った時に初めにやった、えーと、住所とか名前とか入れて、えー、いろいろイエス、ノーとか選んだやつですね。あれをまた更新する必要があります。えー、住所とか変わってなくても更新する必要があるんで、まあ、操作方法等ね、自、えー、信がない方は、えー、ナビで えー、時間合わせてね、チャットワークナビでナビすることも可能ですし、まあ、スカイプサポートが使える方はね、えー、スカイプサポートもできますので、えー、ご相談ください。まあ、ちなみに、ね、来、え、た、ー、メールをそのまま自動翻訳すると、ね、販売を維持するために、えー、更新税のインタビューを完了しないでください。なんじゃそら。 反対なんですけどね、完了しろって書いてあるんですけど、完了しないでくださいとか、この自動翻訳、ね、えー、混乱させますね。も、えと、ー、い、これは12月31日までに W8、えー、弁のね申請を更新しないと販売権を失いますということですで。当然ね、アメリカで販売権なくなると、日本もオーストラリアも、えー、アカウントなくなっちゃいますんでね、えー、アメリカ、 逆にあんま使ってない方こそご注意ください。ね、えー、これ検索してこれ出てたら対応しなきゃいけないです。複数アカウントを運営しているとかね、あるいは住所更新や住所、えー、登録住所の書類についてね、疑問があればお気軽にご質問ください。まあ、何しろね、これ放っといた販売権が剥奪されて、まあさあ、オーストラリア始まるぞといった時にね、これが原因でオーストラリアアカウント取り上げす 取り消されたとかなったら目も当てらんないしバカバカしいんでね、えー、必ずこれは対処しておいてください、えー、メール検索して、えー、アクションリクイード、ね、というメールがあればねこれ何やるんでしょうかというのをねお気軽にご質問ください以上天板アカデミー堀秀夫でした